皆様、こんにちは。ピアニストの児玉桃です。この度は、静岡交響楽団と、マエストロ山下和文さんと、ショパンのピアノコンチェルト1番を、静岡と浜松で演奏させていただきますことを、とても楽しみにとしております。ショパンのピアノコンチェルトの1番は、ショパンが若い時に作曲した作品ですが、本当に深いロマンと希望と、若さが溢れてる本当に素晴らしい作品だと思いますが、私も10代の時から本当に大好きで、一番初めにオーケストラと弾いた、ピアノコンチェルトのうちの一つでして、それから絶えず演奏してきましたが、この度初めて共演させていただきます静岡、交響楽団と山下さんとまた一緒のコラボレーションで、どのような音楽が生み出すことができるか、そしてそれを皆様と分かち合うことを本当に嬉しく思っております。